中日ドラゴンズの新たな切り札、アレックス・ディカーソン外野手が、アグレスタジアムチャタンで展開されたシート打撃で、来日初となる本塁打を華麗に放った。この特大ホームランは、柳龍也投手からのカーブを見事に捉えたもので、実戦初打席の初球に放たれた。打球は力強く右中間フェンスを越え、見事な放物線を描いて芝生へと着地した。ディカーソンはゆっくりとダイヤモンドを一周し、その圧倒的なパワーを見せつけた。前日にフリー打撃を再開して以来、広角に低く鋭い打球を打ち分け、ライナー性の打球も見せ、調子が上がってきていると自信を深めていた。その言葉通り、この日のシート打撃では見事な一発を放ち、中日ファンにその実力を存分にアピールした。ディカーソンのこの豪快なホームランは、中日の今季への期待を一層高めるものとなった。柳ニッコニコやん。このカーブを待ってこれだけ飛ばされたら、もう打った方を褒めるしかないやろ。なんかディカーソン打ち方とかボアに似てる。柳、点取れそうな助っ人来たーって思ってそう。守備もええし打てるしで、これはアレックスの再来やわ。これは25本くらいいけるね。柳対戦、これなら今年は無援護に泣かされなさそうやな。3番ディカーソンある。なんかもうボアがドラゴンズに来たようなもんやん。これはディカーソンがすごいわ。細川も中田翔もいるし、高谷もおるかもしれんし、今年は期待できるんか。今年強いんじゃね。これは外野は激戦ですな。ちなみに選球眼めちゃくちゃ良かったし、空振りもほぼしなかった。これは当たりだと思いたいわ。バット軽そうに振るタイプは期待できるな。競争が激しくなってきたな。低めの難しいとこよく打ったな。柳むしろ喜んでて草、お気持ちを察しするで。バット投げまで綺麗。初見でしっかり引きつけてホームランはすごいわ。